なんでコソコソしてるんだろう。駅で誰かと会うのかな。誰だろう。Thank you.
Thank you.
私が最初に月に降りた子だ。ちょっと私が先。絶対私が一番最初だからね。お兄さんこちら切ってごらん。挑戦すれば広さ世界に知らせよう。
うか、景色の綺麗なところに行くつもり？あ
ろかしなんて消したことあるんだから。なに、クマさんが怖いの？あたしは怖くない。これっぽっちもね。あたしがクマさんに厳しいからクマさんは私を怖がるの。あたしといるとおとなしいんだから。悪い子は壁に向かって立つ。悪い子はダメ。デザートはなし。悪い子はダメ。クマさん、あたしいい子になる、いい子になる。あのさ、嘘つくのって難しいね。早く！
それじゃあ次はキッチンを探してみよう。ねえ、世界で一番大事な言葉が何か知ってる？よーく聞いて、ちゃんと覚えてね。それからプリーズ、バジャール、スタース、パシーバ、ロシアの言葉。お願い、ありがとう、お花も咲くよ。グラシアスとポルファボル、平和の合言葉。プリーズとサンキューでお友達作ろう。魔法の言葉で世界がつながる。忘れないでね。一ヶ月の船の旅だって、すごい長旅だね。私の方がいいよ、だってたった1時間で世界一周できちゃうもん。ついに試合が始まりました。観衆の目はフィールドに、相手にボールを奪われないようキープしています。一つずつパスでつなぎながら慎重にペナルティーエリアへ近づいていく。おっと、ここでシュートだ。しかしボールはキーパーに弾き返されてしまいました。前の皆さん、こんにちは。今週も健康第一が始まりました。今日はストレス解消法についてお話ししていきます。ストレスを解消し、心を解き放つためのたった10分でできるリラックス法をいくつかご紹介しましょう。一番簡単な方法は、
リクライニングチェアか楽に座れる椅子に腰をかけ、リラックスして呼吸すること。温かいハーブティーの香りを楽しむという手もあります。その間は深刻な悩みなど考えないようにしましょう。温かい風呂に体を横たえながら呼吸運動をしてみるのもいいでしょう。呼吸運動とは、口を閉じた状態で鼻から深く息を吸い、顔の下半分をお湯の中に沈めながら鼻から息をゆっくりと吐き出すのです。ですが、これだけであなたの悩みが魔法のように全て消え去るわけではありません。はいはい。疲れや心労が重なると生きづらくなります。いずれ解決策が見つかり、人生が開けるということを忘れないようにしましょう。ちょうだい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 。森へ行くの？狼いない？選手が揃いました。大丈夫。電話をポチッとする。後半のアディショナルタイム間もなく終わろうとしています。もう一回ポチ。ロングシュートを狙うが難しいか。サイドにボールを回します。電話をポチッとする。思い切って仕掛けたがかわされ。電話をポチッとするの。予想外のシュート防ぎきれず、ボールがネットを揺らした。こういう時は逃げよう。
ただけだよ。遊んでたんだってば。私ってすっごく写真撮るのうまいね。それじゃあこれをどこに飾ろうかな。バッチリ。えい、はあ、クマさんを撮るの忘れてた。クマさん、もっといいのが撮れるかもね。
け。ねえねえ、どこ？アニメはどこに隠れてるんだろう。よし、あたしが探してあげる。ああ !1,2,3,4,5,6 さあ、アニメを探しましょう。このマイクを押して、魔女と雲って言って。